イースタンユースは日本のスリーピースロックバンド略称へ1988年北海道札幌市にて結成前身はスキャナーズというバンドでベースが三強に交代したのを機に改名した当時はスキンズ追いバンドでバンド名表記も大文字のイースタンユースだった状況に際して三強が脱退し一旦吉野。よしの タモリの二人となったが、ギタリストを目指し上京していた二宮と知り合った、吉野がギターが弾けるなら、ベースも弾けるだろうと強引に勧誘し、二宮がベースで加入した。自主レーベル、坂本商店を立ち上げ、精力的にライブを行い、1994年からは自主企画、曲東最前線を開始した。またカーシブ、アットザ。 ドライブインなどの北米ツアーに同行するなど、日本国外での活動も行うようになった。2003年秋のアメリカツアーでは、移動中にメンバーの乗っていた車が高速道路上で横転する事故を起こすも、機材が破損したのみでメンバーは軽傷で済んだという一件もあった。2005年より活動休止のファウルを残して、坂本商店を離れ、自主レーベル、 裸足の音楽者を設立した。所属レコード会社は、トイズファクトリー、キングレコード、バップを経て2015年現在は、裸足の音楽者。2009年9月、ツアー期間中に、吉野が、心筋梗塞で倒れ、緊急手術を受けた。一命は取り留めたもののツアーの残りの公演は、キャンセルされ、吉野が復帰した2010年春に改めてツアーを、行った。 2015年2月2日に、二宮がアルバム、ボトム・オブ・ザ・ワールドを作り終え、イースタン・ユースでできることは、すべてやりきったと実感したとの理由で脱退を表明し、同アルバム発売後のツアー終了をもって、バンドを離れた。二宮の公認として、同年9月に村岡が加入し、9月5日に、町の底名義で出演した。 ベイキャンプ2015が新たなメンバー編成による初ライブとなった。看護や近代詩風の表現を用いた歌詞とエモーショナルなサウンドが特徴。特に絶叫するかのような吉野の歌唱はクレジット上でボーカルではなくボイスと表記される。吉野が自らが影響を受けたと公言する音楽家はキャンディーズ和田明子に始まり、新旧。 メジャーマイナーを問わず極めて多岐にわたる。また影響を受けたと公言する作家は、坂口安吾、太宰治、梅崎春夫、小山翔平、島尾敏夫など、これまた多岐にわたる。一般的にはエモと呼ばれているが、吉野はインタビューやブログでエモと呼ばれることを否定している。初期の頃は右翼的思想を持ったスキンヘッツの影響を受けていたが、吉野曰く、 知れば知るほど矛盾があるし、より、良い世の中のために動いているのに、全然より良く感じられなかった。俺は国家に忠誠なんて誓いない。戦争に行けって言われたって行きたくないし、国家のためには戦わないという考えを表明している。向井秀則など多くのロックミュージシャンが彼らからの影響を公言している。吉野自身は、ナンバーガールの楽曲にイースタンユースの影響は、 感じられないとしつつも、そのオリジナリティを、ブッチャーズとファウルで打ち止めかと思っていたけど、もう一個資格が出てきたと評した。向井は、アルバム、ボトム・オブ・ザ・ワールドにゲスト参加もしている。同じ北海道出身のブラッド・サースティ・ブッチャーズ、および、ファウルとは、進行が深く、極東最前線を含む数多くのライブで、共演している。 ヨシの自信大好きなバンドとしてこの二つのバンドを頻繁に上げ、活動休止中のファウルに一人のファンとして呼びかけ、後日のオムニバスアルバム、極東最前線にに参加してもらうなどしている。極東最前線の開催数は80回を超え、ブラッドサースティー・ブッチャーズ、油ブラドハツテン、ハスキングビー、オタニミサコ、タテタカコ、ジミー・イートワールド、カーシブなど、 国を問わず様々なアーティストをゲストとして迎え入れている。オリジナルアルバムベストアルバムストレートアヘッドに、カムアローオントゥーザホーリーナイト、スキンヘッズストリートジャスティス狼オオの延伸デレラ、VA 曲等最前線から、自らの発案、召集による、坂本商店からのオムニバスアルバム、同名のシリーズライブで対ンしたバンドの曲を収録。全 t s e というマイフェバリ ソングライターズへトリビュート通少年ナイフ、フォークスプーンヨイドレ詩人になる前に、しおりとしみこの回帰事件簿オリジナルサウンドトラック、曲東最前線に家族時間 NHK みんなの、歌川州曲東最前線さん。ありがとうございます。